速稼塾の久保です。暗号通貨の話をね、今日は一つの動画にまとめていこうかと思いますけども、注目している暗号通貨3つありますよね。まずは ADA からいきましょうか。まあ、ADA はもう心配ないですね。2円とか3円とか4円のあたりからベンチマークを再びしていってですね、6円8円とかで仕入れてくださった方も多いんではないかなと思います。まあ、現在は15円前後で推移していって、これから20円で、年内にはね40円とかに達するんではないかなと、まあ、テクニカル的に、私のね稚拙なテクニカルではそういうふうに思えるんですけども、やっぱりこう上昇トレンドをね大きく掴んで、しかも堅調ですね、推移が。で、ファンダメンタル、要するに情報の流入もかなりありまして、やっぱり新しいね、バージョンアップしたダイダロスやシェリーなども、かなりね、信頼性を高めているかなってところでございます。ADA プロジェクト順調に進んでるかなってところですよね。まあ、ここからに関しましては見解とかいろいろありますんでね、私がこうだっていうよりも、それぞれの解釈に任したいと思います。とりあえず ADA で、新しい利益をね、積み上げていくっていうことと、ADA に関しましては私いつか決済しますけども、私の決済はねマーケットの金額にかなり影響を及ぼすと思いますんで、いつか値下がりをするっていうことも覚悟しながらやってみてください。私みたいにね、売却を狙ってるホルダーさんも多いと思いますからね。やっぱり数十万とか数百万という金額でしたらそこまででもないんですけども、やっぱりねさすがに数千万とか億っていう金額動くと相場に変動ももたらしますんで、その辺も暗号通貨っていうのはね、人が買えば上がる、人が売れば下がる、ここは忘れないでいただきたいと思います。魔法のツールでも何でもないですからね。はい、普通の FX ですもん。はい、次なんですけども、ビットコインです。ビットコインいかがですか。ビットコインの放送を続けて、私95万円ぐらいの時から始めましたけども、あれ仕込み時ですよって言ったのがだいたい100万円前後、適正価格が100万だけど、これがねこれからは上昇していって逆に100万割らなくなるよって話をしていったんですけども、なんとかねそれが実現していって、あれから30万ほどの値上がりを見せております。まあ、ですんで1ビットでもね、7月仕入れてくださった方っていうのは7月そうですね3ヶ月、この90日ですか、この90日で仕入れてくださった方っていうのは大きな含み益を持ってるんではないかなと思います。90日足を、これね30日足でも十分ですね。30日足でもこの急上昇ですから、やっぱり95万円ぐらいの時にご購入いただいた方っていうのは今かなりの含み益を持って、多分これで利益確定しても1ヶ月分のお給料とかになるんじゃないですかね。ビットコインも目があったなってとこです。もう一つ、私はねリップルはもうダメだと思ったんですけども、いいですね、なんかね値段戻ってきましたね。本当なんかこれは私のね嬉しい誤算です。っていうのがリップルも相当額持ってるんですよ私。だからこれねやっちゃったなと思ったんですよね。で、平均取得単価43円だったかな、43円だったと思います。そう、43円ですね。43円でかなり保有してますんで、今30円でしょ、これでもね含み損なんですよ。まあ、3分の2、4分の3ぐらいかな。資産は減毛してしまいましたけども、まあ、これがね、43円とか50円とか100円になっていただければ、私の、暗号通貨ライフ全部利益確定ってことになるんですけども、調子に乗ってリップルはちょっとね、買いすぎましたね。今のところリップルは、私はね、ちょっと期待が持てるなって気はするんですけども、まあ今のところ私はリップルに関しましては利益を見込んでいないホルダーということになります。皆さんの状況はいかがでしょうか。それではまた。